こんにちは。今日はロシアのテンプラーリオのフラットアースに関する動画の翻訳です。この動画はフラットアースに関する議論で、最も興味深いものを集めた集大成のようなダイジェスト動画となっています。この動画で扱っている題材というのは非常に大きいため、これをいくつかに分けてお伝えすることになります。今回の動画は第1回目となります。この動画はテンプラーリオのフラットアースの動画の全てのプロローグのような役割を果たします。ゆったりとした気分でご覧ください。視聴者の皆さんのうち、すでにこの世界というものを新しい角度で見ることに成功されている方々は、これらの事柄というのはすでにご存知である場合も多いかと思います。しかし、いずれにしろ目新しい事実もあるはずです。もしもフラットアース、地球平面説の理論をほとんど知らないという方がいらっしゃったら、初めてのリアクションは、え、そんな奇妙な話があるのか、という驚きになるはずです。ジョークではないかと思われるかもしれません。ここから始めましょう。私たちには二つの事実が幼少期から提示されています。一つ目の事実とは、1たす1が2という事実です。二つ目の事実は、この地球が球体であるということです。このことについては、私たちに幼少期からその教育の一番初めの段階で教えられます。ですから、この地球球体説というものがいかに大事であるかということがご理解いただけると思います。公式の歴史によれば、私たちの文明で初めの4000年の間は人々がこの世界が平らなディスク状であると信じられていたとされています。そしてこの地上はドームで覆われているとされています。これは日本語では天外と言われています。すべての世界的な宗教、その5つが、この天外についての記載があります。教会はこの考え方を常に踏襲していたとされています。1548年、ニコライ・コペルニクスという人物が新しい世界観を創造し、彼の説ではアースが自分自身の軸を中心に 1100km 毎時の速度で回転していると考えました。またアースこそが太陽の周りを周回していて、その速度は10万 8000km 毎時というものです。そしてアースの姿というのが自然と球体です。単純な計算式が適用されたことによって、全てのことがそれで良いとなりました。しかしここで問題が発生し、それは16世紀の宮殿でのことです。彼の理論であるアース球体説というものを確認する技術がまだ確立されていませんでした。望遠鏡がなかったのです。どのようにしてコペルニクスはアースが球体であるというイメージを持つことができたのでしょうか。そしてその回転速度をどうやって求めることができたのでしょうか。当時の技術でどうやって速度を確認したのでしょうか。しかもこれで全てではないのです。コペルニクスというものが実在の人物だったのでしょうか。それとも彼は捏造された人物で、かつて一度も存在していなかったのでしょうか。公式の歴史では一つの興味深い状況が思い出されます。コペルニクスは生前非常に高い社会的地位にあったと言います。彼は聖職者であり、同時に有名な学者でもありました。
これらの状況を考慮していくと、コペルニクスの墓というものが500年にもわたってどこにあるか不明だったというのは非常に奇妙な事実だと言わざるを得ません。しかし2005年のフランボルカでのカテドラルにおける発掘調査で頭蓋骨と足の骨が発見され、その後 DNA の比較調査においてこれらの遺骨と奇跡的に発見された彼の本の中に残されたコペルニクスの日本の紙が検査され、この発見された遺骨というものがコペルニクスのものだということが証明されました。ここで一つの疑問が浮かび上がります。なぜこれほど有名な人物でカトリックの教会で特別な地位にあり、これほどの学術的発見を行った人間が全く知られていない墓にひっそりと埋められていたのかということです。こうして2005年になって初めてコペルニクスの遺骨が突然見つかったというのです。しかも彼の DNA だという事実は何らかの本の中から見つかった紙によってなされたのです。しかもこの本というのが500年間も魔法がかかったように保管されていたというのです。さらに先に進みましょう。人間を空に飛ばすことができる人類で初めての気球は1760年になって発明されました。ですからコペルニクスはどうあっても自分の理論を確認する術を持ち得ませんでした。一方で新しい世界の在り方のコンセプトは非常に迅速に拡散されていきました。そして宗教界はこのコンセプトのルフについては沈黙を選択しました。そしてこのアースが球体であるという概念は教育における絶対的な要素として君臨することになりました。この事実は一切の証拠のないものでしたが、その後500年間この議論を覆すような理論を認めさせる試みは全て無駄となり、アースが球体であるという説はユニバーサルな前提として受け入れられるようになりました。それと合わさるように万有引力の法則もルフされていきました。12世代もの間人々はアースが球体であるということを信じてきたのです。なぜなら地球儀は全ての学校の教室に設置され、授業でもしっかりと教えられたからです。しかし証拠はいずれにしても存在しませんでした。100年以上の間そのような状態が続きましたが、人々の手にはこのアースが球体であるという証明はなかったのです。人類が飛行機を発明したのは1903年のことでした。また1957年になるまでこれらの飛行機が高い高度を飛ぶことはできず、本当のアースのパノラマを確認することはできませんでした。こうして奇妙な出来事が起きるようになってきます。私はこの出来事は非常に奇妙だとも言えます。アメリカ合衆国とソビエト連邦はどちらもロケットを非常に高い高度に打ち上げることに成功し、素晴らしいアースの写真を撮影することができるようになりました。しかし彼らがその高度で見たものは彼らに恐怖を呼び起こしました。どこから私たちは彼らが驚愕していたということを知ることができるのでしょうか。なぜなら彼らはすぐに核ミサイルを発射するようになったからです。核ロケットを空に放つようになり、その期間は4年間続きました。いくつかの事実を忘れないようにしてください。一つ目は1950年では核兵器は大変高価なものでした。
ですから一つ一つのロケットの値段はとてつもないものでした。二つ目は、広島と長崎に TNT 火薬の換算で2万トンクラスの原爆が投下されました。しかしこの時に空に放たれていたロケットのミサイルはすでに TNT 火薬300万トンクラスの核兵器でした。これらを製造するのは容易ではありませんでした。三つ目は、この惑星の別の場所で奇妙なことが起こるようになりました。1959年、大空で核爆発を起こしたわずか1年後に、アメリカを含めた12の国家が南極はどの国にも属さないという国際条約に調印しました。そしてこの条約は今日まで有効で破られていません。現在ではすでに50以上の国家が署名をしています。皆さんは50もの国家が署名しているその他の条約をご存知でしょうか？それ以外にも皆さんは大きな領土がこの惑星の中でその所有者がいない場所というものを聞いたことがあるでしょうか？そのような場所がもし存在しているのであれば、何らかの巨大多国籍企業がその予算を使ってその領土を調査しようとするのが自然ではないでしょうか？しかし彼らは興味を示すということすらありませんでした。簡単にその発見を時系列で見ていきましょう。1958年、軍は非常に強固な私たちの世界の上部と側面にある壁を発見しました。そしてこれらの地域へのアクセスを制限する必要がありました。誰もそこに到達しないようにです。このような目的をずる賢く彼らは達成しました。それが1959年の南極条約です。そして空中での核実験の禁止条約は1963年に結ばれました。政治権力が行っていることというのは常に2つの目的のためです。大部分の作業はすでに実行され、残ったのは条約の詳細部分だけとなりました。地球のドームの天井部分は商業の飛行機が飛行している高度よりもかなり高い位置でした。ですから彼らが不安になったのは宇宙開発だけだったのです。そのことから宇宙に関する研究はすべて軍に渡され、国家機密となりました。アースの南の境界線は自然によって境界線が敷かれていて、それは大海原でした。また非常な低温とたくさんの氷河もこの地域へのアクセスを制限しました。氷の砂漠はこの土地で食料を植えることを不可能としました。そうすると人々のできることは限られてきて、そこには氷と氷水しかありません。このことによって非常に長い年月、人々をその恐怖で寄せ付けない場所となりました。また私たちの文明においては、この土地を開拓するための技術はゆっくりと開発されました。ですから船の船長たちは危険な氷の張った海域を航行しようとはしませんでした。酸素濃度が低くなるという現象は山ですらも観測されます。ですから高度の高い場所での研究が制限されます。非常によく考えられたデザインです。というのも、この世界を創造した存在は、人々は秘密と権力によって堕落するということをよく理解していました。ですから
彼らはそれに別れを告げるよりも見知らぬ人からそれを遠ざけようとしたわけです。王族や宗教の要人たちは随分昔から私たちがドームの下に住んでいるということを知っていたということを理解できますか？おそらくはそのような記述は古代の書籍にあったはずです。もしかしたら外の世界からの存在が彼らに伝えたのかもしれません。しかしこれは単なる噂話にしかなりません。なぜなら最も権力のある指導者であっても天空や南極の境界線まで行ったことはないからです。もしもそのような権力者たちさえも行くことができないのであれば一般の人たちにはなおさら不可能です。司祭たちが私たちに対して自分たちがドームで囲まれていると話すといった状態と実際にそのドームの前に立ち数メートル前からそれを観察するのでは状況が違います。複雑な決定を下さらなければなくなります。その秘密を自分だけのものとするのか純粋にその他の人たちに全てを明かすのかという決定です。もしも自分だけの秘密とするのであれば他の全ての人たちに何をする必要があるでしょうか？彼らはそしてこの秘密を自分たちのものとしそのために金銭は無尽蔵に使いました。宇宙産業が迅速に発展したのは宇宙からの写真が必要だったためだけが原因です。月着陸計画とアースの写真が必要だったのです。 NASA が公式に設立されたのは宇宙の研究のためとして1958年でした。同時に民間の競争相手の企業は自分たちも宇宙産業で収益を出したかったにもかかわらず閉鎖となりました。エンジニア、学者、パイロットといった人材は NASA が受け入れました。そして NASA で働く各種の専門家たちの仕事の範囲はその機密性から大変限られたものとなりました。自分たちの仕事について NASA 内でお互いに話をすることすら禁止されました。宇宙飛行士たちだけが秘密を知ることになり秘密契約に署名しそのことによって高い給与、地位、称号などを得ました。 NASA 以外の宇宙研究は消滅したりあるいは単に買収されたりしました。民間の宇宙船が宇宙に放たれるということはいくつかの理由から永遠に行われません。最も明らかな理由は飛行機やロケットはドームにぶつかって破壊されてしまうからです。これはロケットのセンサーはある高さにまで達すると機能しなくなります。もしもそのようなことが何度も繰り返されるようになると疑問が湧き起こってくることになります。ロケットが何かにぶつかっているのではないかという疑問です。人々の中でイーロン・マスクに関してコンピューターでコメントを書くようになった人たちならイーロン・マスクのプロジェクトは全て赤字でアメリカの政府の資金援助を受けているということがわかります。もしかするとアメリカ以外の別の国々の政府の援助も受けているかもしれません。短く言ってしまうとイーロン・マスクは NASA の外部での職員です。おそらくスペース X 社が何らかの成果を出すようになってきたらマスクはその会社を高額で手放すことになるでしょう。
売り先はアメリカ政府の管理下にある企業です。私たちの世界に関して無視することが不可能な3つの疑問があります。しかし NASA はこの質問への回答の準備はなく、決して回答しようとすることも今後はありえません。そしてこの質問を受けることからあらゆる方法で逃げ回ります。皆さんはこの質問を自分自身や他の人たちに対してする必要があります。一つ目はマックス・メルバンの言葉で、素晴らしく自分の仕事をこなした人間です。50年にわたる研究期間を通じて NASA とその他の国の宇宙における1000にも及ぶ映像を確認してきて、ただの一度も宇宙飛行士たちは自分のカメラを180度回転させるということがありませんでした。回転は360度ありますが、どこでもいかなる時期でも宇宙での映像の撮影において180度カメラを回転させたことはありません。確率論的には偶然にも宇宙飛行士の誰かがこれをやってしまっていないとおかしいのです。しかしただの一度もそのような映像はなく、決してそのような映像は今後も現れてきません。このような行動制限があるのは、これこそが唯一の決まりと言っていいものだからです。これはあらゆるスタジオ撮影の環境でも同様の条件となるからです。彼らは決して4つ目の壁を見せることはありません。なぜならそこに4つ目の壁は存在していないからです。そこにはカメラ、マイク、オペレーターが立っています。2つ目の質問は、皆さんがアースの写真を宇宙から撮影したものを見ていると、それは 95% もの写真がフォトショップで加工されたものです。しかも必ずしも毎回品質の優れたものでもありません。2000年代、私が自分の研究を実施した際には、たった1枚の写真だけがアフリカ大陸の下部分と南極を写し出しているものがありました。そしてこの写真は現在では100以上の捏造写真の原型として使われています。彼らのカメラは常に高い画質のものです。しかしその誰もがアースの写真を撮る際に高い写真で収めることができていません。実際の事情は、 NASA は地球の大気圏から脱出していて、地球全体を写真に収めるような撮影をするということができないからです。3つ目の疑問は、南半球における飛行機の航路というものは正しくないということです。この事実は皆さん自身がネットで検索することですぐに調べることができます。どのようなオーストラリアの街でも、どのような南アメリカの街であっても、飛行機の航路を調べると、本来太平洋の下の部分を通って飛ぶはずべきところですが、皆さんも実際に自身が使用している飛行機の旅行チケットサイトを使用して、その航路を調べてみてください。この2つの地域の間に太平洋を越える直行便は存在しているでしょうか。ここでまた頭痛が起こるような不条理さが見つかります。一般市民から一定の水準で秘密にしておいた方が良い情報というものがあります。例としては、2つのアース上の土地の直接移動した場合の距離です。球形の惑星を飛行機で太平洋を越えて飛ぶというのは容易なことです。しかしフラットアース説を採用した地図でその様子を見ると、
その南半球にある2つの町は最も遠い場所にお互いがいる場所だと理解できます。角度を単純に切ることもできません。だから彼らはいくつかの乗り継ぎを伴う複雑な航路を考案します。アメリカが北半球に存在するというのは彼らにとってラッキーでした。そうでなければ航空運送の回数が膨大な数に膨れ上がるにつれてあらゆる疑わしい航路の秘密がバレてしまっていたはずだからです。このような説は馬鹿げた幻覚に聞こえてしまうかもしれませんが、主要各国のすべての政治家たちがレプテリアンの血を引いた者たちだと完全に真面目に説明する人たちもいます。そしてこれらの人たちですらフラットアース、地球平面説の説明を聞くと、馬鹿にして嘲笑したりします。私も陰謀論というものに興味を持ちましたし、今でも興味を持っています。私は研究に必要なすべてのテーマを調べてしまいました。しかし、このフラットアース説については、最後まで取り上げる気になりませんでした。今ではこのテーマに関する情報を見るごとに何か新しいものを発見するようになりました。私がこのような捏造がどのように機能していて、これらの人々が何を捏造したか理解したとき、私はフラットアース説についてようやく本気で取り組む気になったのです。自分自身で考えてみてください。そして自身に質問してください。本当にそうなのかどうか。単にアースが平面であるということはあり得るという視点で周囲を見てみてください。もしかしたら皆さんは私の視点よりもより広くこの説を見ることができるかもしれません。例えば誰がドームを建設したのか、何のためにドームを建設したのかといった問いです。その時には全てが非常に興味深くなり、皆さんはその回答を見つけることでしょう。そしてこの500年にもわたる嘘はすでに随分前からやりすぎのところにまで来ています。明らかな事柄のため、先導している側からは、今では沈黙しかありません。もうすべてが、そもそも始まったところに戻っていく必要があるようです。それでは、今日も最後までご視聴ありがとうございました。変わる世界、人口めまい、何も知らない、今も知らない、自由を探す思い上がる画面の中は変わらないまま、残酷でもどんな嘘を抱えてもこんな真実でも、見えない顔に知られることはなくとも、まっすぐで変わらないあの生きている、気づいたことに蓋なんてできなくて、泥に埋まったかけら探し集めてつなぎ合わせてる、あの頃の時代を一つずつ答え合わすように。
この時代に生まれてよかった。今日はそう思える。まっすぐで変わらない、あの頃のままここに生きている。不思議なことに蓋なんてできなくて、泥に隠れたかけら、いつかわかると探し求めてる。あの頃の時代を一つずつ答え合わすように。終わらない病、終わってるんじゃない、終わらせましょう、ああそうしましょう。終わりの時、終わりの時。